ロッテグループロッテホールディングス株式会社ロッテホールディングスは日本の東京都新宿区に本社を置きガスメーカーロッテやロッテリアなど日本のロッテグループ企業を参加に置く持ち株会社1948年に日本で設立しガムチョコレートなどを製造する企業であった旧株式会社ロッテが2007年3月20日付で 産業活力再生特別措置法に基づく認定を受けた。そのため、同法による再建を目指す目的で、同年4月1日に、新旧分割という形で現社名を変更の上、持ち株会社化したものである。日本や韓国を中心とした海外のロッテグループ企業を参加に持ち、グループ全体の競争力向上を目指す。現在の株式会社ロッテは、 旧ロッテ菓子部門を分社し個会社化したものである。2008年3月に銀座工事コーナー、さらに同年12月にはメリーチョコレートカムパニーの全株式をそれぞれ取得し参加に収めた。2009年7月、重光武雄が会長で、長男、重光博之が引き続き、副会長、筑田岳行が外部商聘という形で社長に就任した。 2011年から2014年に中国での事業で一兆ウォンの損失を計上した。グループ支配構造の頂点にあるロッテ HD 及び資産管理会社は日本法人だがロッテ HD 副会長に就任した重光明つ夫は韓国内のナショナリズムに配慮してグループの売り上げの95%は韓国であることを挙げロッテは韓国企業であると明言したが 前日の通り韓国のロッテグループは日本のロッテ HD の海外法人の位置づけである。グループの従業員は10万人、協力会社まで含めると18万人に達し、韓国第5位の財閥となっている。2014年12月から2015年1月にかけて長男の重光博之がロッテホールディングスを含む各社の役員を解任された。これに対し、重光博之は、 父親の重光武雄と次男の重光昭つを解任したが、取締役会はこれを無効とした。2015年8月17日に開催された臨時株主総会で重光昭つを中心とする現経営陣による経営を継続し、新たに社外取締役を選任することを決定した。この臨時株主総会に重光み幸は株主として参加したが、 重光武雄は欠席した。この経営権紛争の報道をきっかけとして、韓国内で不買運動が発生した。2016年には、いわゆる最純実ゲート事件と呼ばれる裏金疑惑が浮上し、韓国の検察庁が捜査を始めたが、2016年8月、同社のリヒト主元副会長が自殺し、捜査が難航。2018年2月13日、 韓国ソウル地方裁判所が、茂光秋雄ホールディングス代表取締役、副会長兼韓国ロッテグループ会長に対し、贈賄の罪で、懲役2年6ヶ月の判決を下し、すでに前年12月に横領罪で、執行猶予付き有罪判決を受けていたため即日、収監されたことを受け、同月21日付で、茂光秋夫副会長は代表権を返上、同日以降、 代表取締役は、筑田社長のみとなった。2019年2月20日、ロッテホールディングスの取締役会の決議で、再び代表権を取得。代表取締役は、筑田隆之社長との二人体制になる。2020年3月、2017年に、重光武雄が退任して、以降、空席となっていた会長職に、 重光明つが4月1日付で就任することが明らかになった。これにより、前述のお家騒動に終止符を打つとともに、日韓両国の経営権を掌握することになった。なお、竹雄は、意思決定能力に、問題のなかった2000年3月に、直筆の遺言状を作成しており、竹雄の死後に、東京の事務所にある金庫から発見された。 2020年6月11日に裁判所において法廷相続人の資格がある4人の子供の代理人が立ち会う中で開封され、そこでは自らの後継者を落と定め、長男の広幸についてはロッテホールディングスや韓国ロッテなどの実務、人事からは排除するよう求めたほか、他の家族についても経営には関与しないことを求めていた。この内容は同年6月24日に、 秋尾より、ロッテグループの日韓両役員に伝えられ、公表された、韓国法人専用ロゴ、ありがとうございます。